はい、前回龍泉救援救出戦では十分手こずりまして、このままでは今後クリアもおぼつかないということで、ここまでのストーリーをちょっと一からやり直して、ストック経験値も結構たまりました。でようやく超解放戦から、スタートですね。連合軍の精鋭は見事龍泉を救い出した。同じ頃、連合軍本体は派手な動きで異界を攻撃、アレスら神の目を引きつけていた。連合軍は仕上げに腕輪を見つけたとの偽情報を流す。アレス、アテナは目論み通り出陣し、連合軍を取り囲んだ。神の軍勢には趙雲ら蜀の将もいた。関羽、関銀平、真田幸村たちは意を決して退治する。連合軍の描いた策が今実を結ぼうとしていた。私たちの役目は時間を稼ぐこと。別動隊が腕輪を確保し、龍泉殿を救い出すまで耐えしのがねば。とはいえ敵の猛攻は凄まじい。すでに周りを囲まれたこの状況でどれだけ持つか。神や腕輪の力、そして趙雲らの武は確かに侮れぬ。だが必ずや持ちこたえてみせよう。そうでなければ役目を果たしている仲間たちに申し訳が立たない。それに兄上たちのことも絶対に助けなきゃ。何があってもこの作戦成功させないと。どんな状況でも希望を捨てず凛と前を見て戦うか。その強さ本当に眩しいな。私も君たちに習って希望を信じ戦おう。皆の大事な人を取り戻すために。大体レベル15近くですかね。まあ推奨レベル30なのでこれでもちょっと厳しいかもしれませんが、武器も少し練成して我らの本陣には腕輪があることになっている。それが偽の情報だとバレては策は失敗だ。本陣に敵を近づけるわけにはいきませんね。何としても押しとどめねば。行け、そして腕輪を奪い返せ。あいつらの手には余る。はい、じゃない。攻め寄せるは我が子らか。ならば拙者が出迎えん。兄上たちと戦うなんて。でももう迷っていたらいけないんだ。龍泉様を守ろうとする弟たちの覚悟、兄として堂々と受け止めてみせる。カンコ、お前の力を見せてみろ。拙者も兄として全力で受け止める。わかりました。軍神の小道士、恥ずかしくない勝負をしましょう。おっ、兄弟対決になりましたね。準備はいいか。ならまとめて蹴散らしてやれ。さすがです。あなたならばと思っておりました。じゃない。腕輪をちらつかせ我らと戦う。ペルセルさん、愚かしいにも程がある。まあまあ、あいつらをこっちまで返してもらえば済む話や。そうなればいいが、私は父上たちと戦いたいわけでは。観察、ここは戦場。敵
敵としては今見えれば刃を交えるのみ。カウント、私も角度を決めるべきか。あの、リュウゼン様は私たちが助けますだから信じて待っていてくれませんか。わかった、お前を信じる。だからちょっと手を止めて一旦引かせてくれ。さあ、今重罰する。ギンテイ殿、家族と戦うのが嫌なら下がってくれ。私や皆で何とかしよう。いいえ、みんな一生懸命戦ってるんです。相手が誰だって私も頑張らないと。それにリュウゼン様の腕輪も絶対間に合います。私みんなを信じてますから。ウシの忠義しかと見届けた。ヤニ座のお子のことは父に任せよ。父上、ネザーどうかお願いします。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。ランにお任せを。愚かな。拙者たちがお助けする。知っていたのですか。ならもう案ずることはありません。見事だ、これからも頼みにさせてくれ。直江兼嗣様たちが腕輪の確保に成功したとのことです。よし、腕輪を確保できたか。これで偽情報は偽でなくなった。腕輪が手に入った今、本陣を閉ざす必要もない。今こそ打って出る。はい、リュウゼン殿の無事を信じ突き進みましょう。攻めに転じただろ。何か異様な。敵は攻めに出たか。私が迎え撃たねば。ウルカ趙雲ならばこの関羽趙が相手になろう。趙雲殿と戦うのは辛い、でも立ち向かわなきゃ。関羽殿、銀兵、いざ勝負。そう、それでよい。拙者も全力で相手を務めよう。私も軍神の子として力いっぱい頑張ります。諸君、さぞや待ちくたびれたであろう。お待ちかねの腕輪はここにあるぞ。
強い。私このまま負けちゃうのかな。タウ殿、銀兵殿。でも諦めたくない。趙雲殿や兄上たちを取り戻すためにもまだまだ頑張らないと。趙雲殿、もう一回お願いします。ついに銀兵も。どんどん力がみなぎってくる。銀兵、我が娘よ、そなたの覚悟で活路を切り開くのだ。銀兵、お前まで腕輪を。これを取るわけにはいかない。綺麗ですね。見事な働きだ。その調子で頑張ろう。け、私が敗れては龍禅様が。皆心配をかけたようだな。私はこの通り自由だ。もう争うのはやめてほしい。龍禅様、よくぞこうじて。始終の感動の再会、泣けるっす。ってことで、確かに送り届けたんで、ドロン。龍禅様さえご無事なら、もう神に従う理由はない。どうか、これよりは皆と共に。はい、もちろんです。よかった、これでもう趙雲殿と戦わなくていいんだ。腕輪は必ず取り返す。だがペルセウス、まずお前を倒さねば。私が出る。アテナの責任か。大したものだな。私を撃たねば気が済まんか。アテナの奇襲に敵は動揺している。さらに畳みかけよ。ここはジョカで対抗すべきか。この状況でさらに兵を出す、隙のない采配だ。モノノフの意地、今こそ戦場に示さん。解放した時のムービーがなかなか素敵でしたからね。私もできる範囲のことはしよう。龍禅様、どうかご無理はなさらぬよう。アテナ殿、なぜそうも憤るのだ。ペルセウスは家族なのだろう。許してあげてほしい。家族、そんなことは関係ない。奴は半人の分際で神を裏切った。罰は受けてもらう。そうか、悲しいな、そういうものか。なんとか。メダーリ、どういうことか。腕輪は本陣にあるのではなかったのか。我らの目を引きつけ、龍禅を救出するための技法というところだ。まんまと踊らされたということか。ふざけおって。邪魔。恐れているか。みな、一層奮起せよ。これで不便利な戦を強いられることもよかったではないか、長男。三成とも。裏切り者を目の前にして責任を果たせぬとは。帰ってくれてよかった。目の前で家族の争いを見るのはとてもつらい。槍の的だ、まかり通るぜ。邪魔よ。銀兵、よく頑張ったな。妹の活躍
兄として誇らしく思う。大兄上、ありがとうございます。でも、もっともっと頑張らないと。そうだな、我らの絆、見せつけてやろう。敵も疲弊しているようだ。そろそろとどめを刺してやるか。私打ち取った。アレスが動いた今こそ好機。我が槍で貫かん。そなたの働きは宇宙随一を押されているのか。そんなはずはない。まだまだここからだ。カウン殿、ごめん。お主は当然のことをしたまで。詫びる必要などない。なんと優しきお言葉。どう思ってお答えします。みんな懸命に頑張ってくれた。君まで無理をする必要はないだろう。確かに私の部など役には立たない。だが戦う姿を見て奮起する者もいるのだ。よく見るな。君の技は鍛えられた。勲章勲章、隠れた努力をしているのだ。なんと圧倒的な力。撤退するしかない。意と愛にあふれる技の数々、感動しました。よもやと思い救援に来たが、これほど大掛かりな戦になった。しかも腕輪の力をすでに引き出している。目障りなのだよ。早々にお引き取り願う。共に戦わせてくださいませ。わかりました。目指すもんなるまでわしは止まるね。来てくれたか。拙者と一緒にこの難敵を打ち破ろう。君だね。運命の矢ではなかったか。死ぬのが勝ちだ。またおら。ハック。これ以上付き合いきれん。まさしくモノノフの鏡。見事。金鶴殿、行きます。腕輪を手に入れてくださり感謝します。おかげで趙雲殿の攻撃をしのぐことができました。彼女の戦うには妖怪そのもの。腕はなくとも趙雲殿を吹っ飛ばしたに違いない。確かに熱き闘志を感じました。私たちも負けてはいられません。参りましょう。引くしかない敵。モノノフの意地、引くわけにはいかん。仕方ないわ。メザーリだ。やっ、ランにお任せを。私は出る。邪魔だ。集中。邪魔だ。
触れてやるわけにはいかない。うん、良い働きだ。行きます。すまない、おかげで助かった。共に戦わせてくださいませ。わかりました。ままならぬものよ。このままでは。どなたが56狙いたい。まあいい、駒はまだ残っている。腕輪を確保し、仲間も増えた。上々の戦果だな。これまですまなかった。竜禅様を救ってくれた恩、この武器にて返そう。趙雲、趙宝、韓光、韓作、これからは共に戦うことができるのだな。こんなに喜ばしいことはない。劉備殿、今まで本当にすみませんでした。いくら事情があっても仲間を傷つけるなんて。それに劉禅様を危険にさらしてしまいました。私の力が足りなかったばかりに。ですが劉禅様を救っていただけて安心しました。これからは皆と一緒にいられるのですね。ああ、もちろんだとも。我が子を守るために尽くしてくれたこと、心から感謝する。劉備殿、もったいないお言葉です。仲間たちがまた一つになれたのだな。銀平殿もほっとしただろう。はい、もう兄上たちと戦わなくて済みますから。君は心から家族を思っているんだな。だからあの腕は愛の女神フレイヤに選ばれたんだ。家族愛、なるほど、銀平殿にふさわしい。これで腕輪は5つ、ゼウスの降臨までさらに力を尽くしましょう。新たな英雄がこの地に現れました。ですがダッキに襲われているようです。ダッキか。狙いは分からぬが、このままでは彼らが危険だ。大変、急いで助けに行かないと。私も行こう。これまで迷惑をかけてきたのだ。少しは役に立たせてくれ。お、これで5人、どんどん進化ができるようになってますけれども、まだ進化化でプレイはしてないですね。そろそろ誰か一人したいとこですね。戦場を混沌で染め上げてやろう。仲間と修行ってのもたまにはいいもんだな。けどあいつらわしの頭ばっか触りやがる。そんなに楽しいもんかよ。ちょくちょく武者修行にも出してレベル上げも同時進行しております。ということで、以上となります。